ナンジーさん、キッチンさん、宮川さん、白井道司さん、竹竹さん、ゆうたさん、ミロさん、真中さん、坂本ちゃん、木村さん、ヘイガさん、かまぼこさん、ナポーシンさん、マーコポンさん、ナナさん、足軽ヒロさん、ウエゼさん、ヨッシーさん、チミさん、アメガトンバンチさん、マツさん、こんばんは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 。あ、ね、大富豪フビッピン当たってたね。見たよ、見てたよ。なんか一緒に大富豪やってたから。今日は大富豪配信したいんですけど、ちょっと今日明日はちょっと難しいかもしれないです。明日はちょっと、まあね、ちょっといよいよ卒論の発表とかもあるので、提出はもう終わってるんですけど、発表とかがあるので、ちょっと明日もちょっと4時ぐらいには起きないといけないので、ちょっと早めに寝たいなって考えてます。はい、なのでちょっとね、今日はしかも朝から夜までめちゃめちゃもうずーっとはい、レッスンだったので、ちょっとね、それもあってっていうのもあるけど、ちょっとライブ後配信は今日はしません。起きれない気がする。起きれなきゃ終わるんだけど、いつもマジで起きれんから、よくそう時間、お金の無駄にすることがある。もう早寝ない方がいいかなって思って、なんか寝ないようにしようと思った時あったんだけど、なんか結局、いやでもやっぱ30分ぐらい寝たいなって思って、残り30分もう全部準備終わってる状態で30分だけ寝ようって思ったら、なんか1時間ぐらい寝てた時があって、だから結局そう、お金を無駄にすることがあるので、でも一応寝ようかな。お風呂入ってメイク落として髪洗って、明日準備して、言うてまあ3時間寝れたらいい、いや2、3時間寝れたらいいですね。まあでも私は結構いろいろ、なんかすぐ、なんだろう、電車とか乗ってても秒で寝れるので、はい、合間合間では寝れます。でもなんか寝た感じしないけどね。頑張ります。ぜひ皆さん大富豪よろしくお願いします。私の代わりに、私はついに10位台に突破しました。10何位とかだと思う。めっちゃ今いい感じなので、うん、明日もめっちゃ大富豪やります。ただショールームはちょっとできるか分かんない。明後日はキャナンティ10位上がりすぎてびっくりしたでしょ。なんかもう伸び率がすごいと、もともとめちゃめちゃやってたわけでもないけど、今頑張ってるので、そう、ほとんどの時間を割いてる気がする。なんか最初はゴールデンベッドタイムとボーナスタイムだけやってたんだけど、もうそうじゃなくてもうひたすらやってる今は。おかげで絶対目悪くなった。なんか最近目悪くなった気がするんだよね。ぜひ皆さんよろしくお願いします。今はちょっと7位以内じゃないので、山ちゃん、だるまさん、ありがとうございます。今日はそう、ちょっと
だから昨日もさ夜配信しなかった、お昼に配信したんだけど、今日も朝早かったのでちょっと昨日は夜配信しなかった。でも昨日今日でなんかめちゃめちゃこうもまべ送ってたってわけでもないから、明日まあ遅れたら送ります。レッスンお疲れ様、ありがとうございます。今日はですね、お昼も夜もお弁当があったからすごい嬉しかった。研究生のレッスンとかだとあんまりないけど、今日は全体であったからお弁当がお昼も夜もあ、お昼も夜も食べるものがあるってすごい嬉しい。だからもう場面に送りました。弁当、いや弁当好きっていうかね、まああれだよ、なんか本当はお家のご飯とかがやっぱいいんだけど、実家のご飯とかでもまあ何もないくてコンビニ弁当、弁当じゃなくてもいいや、コンビニ行くとかよりかはやっぱお弁当用意されてて、こうお金なくても一人暮らしでも食べれるっていうのは大事なので、そういう意味で、まあ、お弁当はすごく大事です。好きかどうかは置いといて。そう、食べれることが大事なので。いやでもめっちゃ食べてはいるよ。なんかね、あのお菓子がめっちゃあるんだよね。やっぱお仕事でもらったりとか、なんかなんだかんだこうお菓子が増えるからお菓子はめっちゃ食べる。自炊はして、なんかね、てかお家いると炭水化物しかお菓子しかないから、そう野菜が食べたい、野菜めっちゃ好きなんだけど、なんかそう、もらったりとか結構するから、お菓子はもともと別に買わなくても持ってて、でなんかねお米はよく炊くんですよ、炊いて、で何だっけ、冷凍してるのでお米は割といつでも食べれる。解凍して卵かけご飯とか食べれるので、時間がある時に限ってはと、あとなんか溜まる予定とか忙しくない、何日か空き、なんだろう、料理できるっていう日が続けば鍋になります。そう、私にとって鍋はなんかそういう余裕ある時、まあ、そのぐらいかな。あとはコンビニですね。自分の適当な自炊よりはお弁当って栄養取れると思う。そう、本当にそう思う。だから本当にお家だとお菓子かその解凍したご飯だから、そうなんか本当野菜食べたいってなる。野菜好きなのにさ全然食べることがないっていうか、でもお弁当でもさそんなに入ってなくない？お弁当って割とさなんかお肉とかこう揚げ物とか多いイメージっていうか、いやなんか今日さお昼になんかいろんな種類あったんだけど、あの唐揚げ弁当とか豚しゃぶとか焼肉弁当とか鮭と
かあって、でお魚も欲しいなって思ったんだけど、その時どうしてもなんか豚しゃぶの気分だったからお昼豚しゃぶを選んだんですよ。でもやっぱ魚食べたかったなっていう、魚も食べたいっていう思いあったんで、なんか夜ご飯ないかなって思って、夜ご飯もいろんな種類あるかなって見たら、なんか夜ご飯はなんかお肉系でお魚なかったから、じゃあお昼なんか夜も豚しゃぶ別の種類になったんですよ。だからお昼にもしお魚の方を選んでたらなんかちょうどよかったかなとか思ってちょっと後悔しました。福さん、ハートありがとう。ハート。ハートといえばスタンドバイユーですね。そうなんですよ。でも、お弁当はいつも迷う。あとカツとかも結構多いイメージ。お弁当もあるからお米とかは割と炭水化物は割と取れてる気がする。最近カツの油が受け付けなくなってきました。あー、なんか揚げ物はね、なんかね、私もともとは揚げ物あんまり得意じゃなかったの。なんか普通に SK 入るまではなんかあんまり、まあなんか健康に気を使ってたっていうのもあるから、あんまりこう、なんか食べたくないっていうのもあったし、すごいニキビできちゃうっていうのもあったし、だからあんまりなんか嫌だったけど、そう、しかもなんか二十歳超えてから結構そういう、なんだろう、なんかあるじゃないですか、多分甘いものとかもそうだけどさ、なんか大人になるにつれあんまり食べれなくなるみたいな、そう、なんかそういうのがあって、なんかあんまりって感じだったけど、ウイスキー入ってからはやっぱ動くようになったからなのかわかんないけど、なんか全然自分からも食べれるようになったし、お弁当とかでも入ってたらもう全部食べるようになりました。ポンチチさん、めっめっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。お菓子もそんな食べなかったけどね。でもなんかスイーツ系はでも言うて食べてたの。なんかあのすごい SNS がにもうの中心とした生活をしてたから、なんかインスタ映えのためにめっちゃなんかいろんなスイーツ巡りとかカフェ巡りをしてた。ハッシュタグとかで検索して、そう、気になったとこは行ってたから、だいたい言うてスイーツは食べてたけど、なんかなんだろう、普通に売ってるなんかケーキとかじゃなくて、なんかチョコとかこの駄菓子とかポテチとかは入ってからの方がやっぱりなんかいろんな現場で置いてあったりとかもらうことが多いからっていうのもあるけど、こう食べるようになった。だあんま言うてだから、なんだろう、いい食生活になったわけではないかもしれない。でもお弁当だから、そういう中で見るとお弁当結構私の中でマシな方なんですよ、健康的に。そう、今までの多分実家とかおばあちゃん家がすごい多分種類とか出してて、こう今までが恵まれすぎてたから多分。そう、
炭水化物だけとお菓子だけの食生活はやめたいなって思いますね。したくてしてるわけじゃないんだよね。なんか野菜も迷うの。なんか買いたいんだけど自分で作ったりするとやっぱなんかゴミとかもそうなんていうの洗うとかも大変だし、そういちいち結構大変だしゴミ増えるし、だからといって一回一回買うのもなんかお金かかるしなとか思って難しいなって思いますね。うん、そうね、15分経ったんで終わりにしようかな。はい、そんな今日は食の話でした最近は、最近じゃない、結婚前からだけど、あのこんにゃくごときじゃないわ、なんとかしゅなんだっけ忘れた、杏仁ミルクのゼリーを冷凍してアイスみたいな感じにして食べることが多いです。よく買う。はい、早く寝ます。はい、あ、それララクラッシュかな。そんな感じです。ゲストはワッチさん、花束ありがとうございます。モノカさん、お疲れありがとう。うーん、鍋和さんもありがとうございます。今日は早寝寝たいので、あの明日のためにもう今日も早かったのでね、寝たいと思います。あ、なんかすごいめっちゃドアップになっちゃった、戻らん。ありがとうございました。で、なんかコメント読めなくなっちゃった。あ、読めた、画面が変なとこになっちゃった。大富豪よろしくお願いします。ちょっと明後日までなのであと2日間でこう大逆転できたら、難しいんだけどね、頑張りましょう。すごい応援してくれてる人が多くて嬉しいです。ありがとうございます。皆さん、またありがとうございます。はい、ありがとうございました。では、そう、握手会もあるもんね、楽しみです。私も支援してます、ありがとう。そう、握手会私も楽しみにしてるんですけど、まだあの取れる握手会とかもあるので、ぜひ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 来てほしいです。本当に本当に完売したいです。本当に、あー、なんかもう話したいこといっぱいあるんだよな。でも今はやめとこうかな、また今度にしようかな。そう、言いたいこともあったけど、言いたいことがあるんだよじゃないんですけど、ちょっともう話が長くなっちゃうので終わりにします。もしくはまあもう場面に借ります。では、バイバイ、おやすみ。大富豪お願いします。